あら、あ、7分まで入ってた。薄っぺらいから分かんなかったよ。はい、ロビ君。じゃあロビ君6号ね。はい、ロビ君。ロビ君6号行きまーす。薄いなぁ。多分なんか基板っぽかったんだよね。ロビ君、あ、ほら基板だよ、ほら基板。なんか前後になんかこれ写真がねついてた。背中なんだ。もう前の胸はあれなんだね、空っぽなんだね。はい、ロビ君6号。あ、落ちた。またこんなになってるよ。すごいな、うん。はい、ロビ君6号。なんだろうこれ、番号がある。わあ、細かそうだな。ちょっと不安だけどね。じゃあ行っちゃいますか。耳、なんかピンク色とか、ピンク色とかね、黄色とかあるね。色変えられるんだね、耳。保管しておいたパーツと乾電池を用意しよう。はい。はい。バッテリーボックスとテストボードを取り付け、サーボモーターをテストする。はい。はい。テスト用のボードなのこれ。わざわざ？そうなの。じゃあ、行きますか。ボードね。背中ね。見て。これ鍋ネジだね。鍋ネジ。6ミリで4箇所。わかった？もう一回見る？はい。見て。背中にこの基板を4箇所ね、ネジ。ネジ止めるよ。いいかな？大丈夫？うん。じゃあ行ってみようか。これを。あら。なんかくっついちゃった。汗かいてる？大丈夫？はい。濡れちゃうとね、よろしくないからね。じゃあネジね。鍋ネジ。これしかないんだ。持ってる？閉める？
どっちやる？閉めようか。パープ持ってるよ。はい。うん、いいよ、掃除してるの。どこでもいいよ、うん、はい、次。そっち行くなら、うん、そっちの方がいいな。はい、OK。 テストボールだからね。外しちゃうのかな、また。で、電池ネジがある。なんかネジ山崩れてるっぽくない？これひどいな、これ最初から崩れてる。なんだろう、手裏剣見たくなってるよ、形。で、じゃーん、用意したよ、電池4つ。ちょっと次のページ見てみようか。オフにしときなさいって書いてある。オフになってる。電池入れんだ。なんだ。ただ電池入れんだ。ずれてるからね、気をつけてね。はい。
穴が変でしょ、穴っていうか刺してるとこが。はい、よくできました、よくできました。それで、ああ、なんか下に貼るんだ。これ、なんか前回ついてたやつかな。これかな。ああ、これっぽいね。これを、なんか4箇所。4箇所。この段差より内側に。何段差って。これ。どんなのかな。そんなにきっちりやらなくていいのかな。はい。こことこことここやってみる。はい。写真、ああ、こうギリギリっぽくない？大丈夫？もうちょっと内側に。変わんねえか。あんま変わんねえか。まあいいや。ごめんね。あー、乗っかっちゃう。そうそうそう。うん。見えなかった。うん。曲がっちゃったけど、いいか。直す？直そうか。ちょっとじゃあ。ね。結構ね、粘着力、強力。こんな感じかな。もう一箇所。大丈夫かな。乗っかってはいないんだな。多分なんかここは、ここになんかこうカチャンって挟まんでしょ。中にってことなんでしょうね。はい。で、あ、こいつが来るの。こいつがネジの部分がこっちで、こう来るの。そうなの。で、こうして。難しいね。こっち先入れちゃっていいんだ。赤が下。赤が下。入ったよ。それで次がこっちだ。これが。
ないの？あ、細かいね。これも向きがあるからね。ほら。いいのかな、こんな飛び出ちゃってて。入った。入ったよ。で、さっきのこれを、ここにつけるの。はい、つけたよ。で、次のページに行くよ。点滅。バッテリーボックスの電源スイッチをオンにしよう。テストボードのすべての LED が2回点滅した後、1の LED だけが点滅を繰り返す。そう。よくわかんないけどやってみようか。で、その後は？スイッチ？あ、ここのスイッチね、これだ。このスイッチ、テストスイッチを押すんだ。そうすると、首のサーボモーターのシャフトが左15度、右15度、正面、元の位置と回転して止まる。最後の照明の位置は角度が少しずれる場合があるが、完成時の動作に問題はないので気にする必要はない。これでそれが終わればもうテスト完了。やってみようか。ん？スイッチ入れてみる？いいよ、入れて。はい。ゴー。光ったー。よし、じゃあテストスイッチを押してみようか。点滅したから。これ押せる。押した。燃えた。終わり？あれ？左15度動いた今。もう一回押して。動いた、動いた、戻った。それで電源を落として完了。で、混合の完成。よかった、動いたよ。首ちょっと曲がってるね。でも書いてあったね、問題ないので気にする必要はないって。うん、じゃあ気にしない。はい。で、これ何だっけ、6号だ。6号完成です。はい、はい。最後まで見ていただきました皆様に感謝いたします。ありがとうございました。